こんにちは。グッドカーライフ研究家の野村正人です。先日この N ワゴンの12ヶ月点検を受けてきました。これを買って丸2年ですかね。その折にホンダのディーラーに行った時にある紙を渡してお話をしてきました。その時の報告と、ホンダに対してはちゃんと物を伝えなきゃいけないという話を今日したいと思います。今回は5つの項目を紙に書いていきました。1番目、キーですね。エンジンキーのバッテリーについての質問でした。質問というか、もしバッテリーの交換の必要があるのなら変えてくれという項目でした。2番目は、このハンドルのこのカバー、根元のカバー、これがビリつくんですね。これがビリつくんで、何とかしてやということを書きました。これについてはホンダは再現しないと直しようがありませんという回答でした。その日は時間がないんで、外を走らせることができないんで、となんかぐずぐず言うもんで、なんとかしてやって言いました。ちょっと時間取ってめいけ、外を走ってきて再現してみてやっていうふうに言いました。結果的には再現しなかったというので、ホンダはそれを聞いただけで、直しはしてくれなかった、対応はしてくれなかったみたいですね。まあいいですよね。一応どうしたらいいかは教えてくれ、どうしたらいいかとか、どうしたらいいかのヒントを教えてくれたんで、まあ100点満点の対応ではないですが、まあいいかと、ね、一応聞く。横断歩道渡りんちゃいや。もう3番目は、このアームレストの上げ下ろしですね。私の年齢は今昭和30年生まれ、今年は昭和97年ですから67歳。67歳にしては体が硬い、しょうがないですね。普段の不養生がたたって体が硬いというわけでもないでしょうが、暑い。運転中にアームレストを下ろすことができないなと思ってて、あれこれこの間からやってます。増田市のホンダカーズに持っていた時はできますよって言ってくださって、そしてこの度ホンダカーズ広島にも行って、運転中にアームレストを上げ下ろしするにはどうしたらいいんですか、僕にはできないんですけどって言ったら、あ、できますよって、その営業ですね、営業やってくれました。見たら こんな感じ僕もできるようになりましたこのポイントは左手を使うんで、ちょっと前に出てこうすれば下ろせると、ね、できるようになりましたよ。いろんな人に聞いてみるもんね、もうできないと思い込んでて、体が硬いんだと思い込んでてたのが、結局はこの体をちょっと前に傾ければいいんだよね。こうやってこうやればなんとかなると、OK ですね。もう前進しました、進歩しました。事項の4番目、それはこのシートの上下前後、ハンドルの前後上下、これを調整の仕方はオーナーズマニュアルに書いてあるんですが、どういう順番に調整するんですか
このハンドルの上げ下ろし、ハンドルの上下、前後、シートの前後、上下の方法が書いてあるんですが、どういう順番で調整したらいいのかが書いてありません。思うに、まずシートですね。シートを調節してからハンドルをするんでしょうが、これがありませんね。私が思う、まずシートの上下を決めて、でシートの前後、ブレーキを急ブレーキの力いっぱい急ブレーキが踏めるようにシートの前後を決めて、そこでその次にこのハンドルの上下、上下をこのメーターが見えるように決めて、最後にこのハンドルの前後を決めるのかなという気がしますね。もう一度言います。まずシートの上下は決めて、シートの前後を決めて、ハンドルの上下前後を決めるのかなという気がしますね。なかなかそこまで書いてある本やホームページとかなくて不親切ですよね。みんな我流でやっていいものかどうか、我流でいいですよという説明もないですね。ホンダのディーラーでエンジニアが言うには決まってませんっていうのが言われてましたね。決まってませんとは言うけども、まあシートが先でしょうかねという曖昧な言い方でした。本当はどうなんだろうね。でシートの上下にしてもどう合わせるの、好みという言い方をしてましたが、本当にそうなのかな。私が車の乗り始めの時はこの車の端が見えないんで、シートをガンガン上に上げてた記憶があります。そうするとあんまり上に上げると、まあ確かに車の端っこが見えそうにはなりますが、目の位置が高くなりすぎて信号が見えなくなったことがありますね。で今ではまあ下げ気味、シートを下げ気味に調節するようになりました。あんまり下げると今度このハンドル越しに前方を見るようなにはしたくないような気がしますが、本当はどうなんだろう。シートの前後についてはしっかりブレーキを踏めるように、ブレーキをしっかり踏んだ時に伸びきらないような位置にしなさいというのは読んだことありますが、それは前後ハンドルの上下前後とどういうふうに関係して合わせるのかという技術はないですね。不親切ですよね。結局ホンダのエンジニアは好みでしょうね。強いて言えばシートの調整が先でしょうかという曖昧な返事でした。はい、質問の5つ目、ホンダセンシングの衝突軽減といいますか、衝突を避ける仕組みのうちで、先日雪の壁、雪を除雪した後にこう道路のそばにこう壁ができますよね。あの壁に向かって恐る恐る車をぶつけてみたんですが、その時はブレーキは働きませんでした。なしてブレーキ効かなかったんだろうねという質問をしたわけです。衝突衝撃軽減ブレーキなんじゃないんで、
ライバーなんていうかな、そういうホンダセンシングとかホンダの車の性能を自分の車で確認できるテストコースみたいなのがあると非常に嬉しいですよね。 JAF の安全運転教室に行ったことがありますが、その時は自分の車を持ち込んで急ブレーキとかスラロームとか滑りやすい路面のハンドルさばきとかを体験させてくれる講習会がありました。それによく似たとして、このホンダセンシングのいろんなショートセーフティー機能を実際に自分の車で試させてくれる場があるといいですね。ホンダさんぜひ作って、本当にこう人間が目の前に来た時に止まるのかどうか、夜間人間夜間の歩行者を検出しますよというカタログに書いてあっても、本当にどの程度検出するのかさせてくれる場があるといいですね。あとこの ABS ですか、本当にこう急ブレーキ踏んだ時にどういう挙動をするのかって、実際に体験したこの車で急ブレーキ踏んだことないし、するのかを知っておきたい気はしますよね。先日の12ヶ月点検の折には5つの項目についてホンダに伝えました。それは実際に紙に書いて相手の名前ホンダカーズ広島様、私の名前野村雅人で日付書いて、項目を紙に具体的に書いて、まずそれを見ながら読みながら話をして、なおかつその紙を渡しました。こういう風にした方がいいので、そういう風にしました。というのは私がホンダに乗る前にある会社の車に乗ってました。で、乗った時の車の不具合でもないんですが、こうした方がいいんじゃないですかということを口頭で話したことがあります。するとそのメーカーのエンジニアは、いやそんな話は聞いたことありませんと、会社のデータベースで調べましたがそういう話は聞いたことがありませんという回答をしてくれました。当時私が乗っていた車はそんなにマイナーな車ではないんで、たくさん売れていたはずなので、きっとそういう苦情なり窓口での対応があったと思うんですが、データベースを全国のデータベースを調べたけどそういう苦情はありませんという回答でした。ははーん、この会社はひょっとしたらお客様のちょっとしたそういう感想や何かあった時の事例を会社のそういう記録に残さずにお客様に対応してるんだなと、その時に気がつきました。それは当然その会社のエンジニアでなり営業が怠慢なんでしょうが、ユーザーの方もですね、ただ単にこう接客の中でポロッと話したことを、話し方によってはカラスじゃった。ディーラーの営業との話しぶりによっては向こうはそう大したことではないと思ったかもしれません。大したことではなくても、ユーザーが普段車を使った上で普段車を使っている時に感じたことなんかは何が他に波及するかわからないんで、きちんとやっぱり会社のデータベースに入れて全国的にシェアすべきですよね。そういう普段の態度がいろんな車を向上させていくもとになるんで、それはそれでそういう対応してくれるメーカーが望ましいし、そういう対応させるユーザーの行動みたいな
車に買い替えてからはいろんな質問なり、こうした方がいいんじゃないのとか、こうした方がいいんじゃないのとか、気づいたことは紙に書いて渡すようにしています。メーカーなりディーラーに何かを言うんであれば、必ず紙に書いて、その紙もノートの切れ端にちゃちゃちゃと書くんじゃなくて、宛名と自分の名前と日付、これらを書いて、相手と話をしながら読んで、なおかつ紙を渡してあげると、渡すと、そういう態度が必要だと思います。そうすれば、少なくともホンダであれば、その項目はタイピングしてコンピューターに入れてくれてるみたいなので、それを使うかどうかはまあその会社の考え方でしょうから、どうか分かりませんが、一応まあユーザーとしてできることはやったと言えますので、そこまでしてそういう情報を生かさないというのであれば、もうホンダの限界ですので、それはそうすべきだなと思います。やっぱり要望事項といいますか、気づいた点についてはディーラー行って雑談でするんでは伝わりません。雑談も雑談でしか彼たちは受け取れませんし、面倒なことはおそらくやってくれないだろうなと思います。だからこそ紙に書いて、きちんとした紙に書いて文書にして出すべきです。そうすることによって日本の製造業は前進します。前進する可能性が出てきます。皆さんもぜひですね、いろんな気づきの点とか、こうしたらいいんじゃないかという点は、メーカーがまともに取り合ってくれないかもしれませんが、文書にして出すべきだと思います。 YouTube でいくらこういう点が不満だよって書いても、彼らは、はあ、そんなことを言う人もおるんですかぐらいしか多分聞かないと思います。だけどユーザーがそういう場に置いて、紙に書いて、きちんとした書式にのっとって出すのであれば、メーカーは対応してくれるんだと思います。してくれないかな。これまで車を何台か乗り換えてきました。メーカー全部違ってました。その車そのものの性能もさることながら、営業といいますか、お客様との話の中で出てきた項目についていかに真摯に対応してくれるか、そういうこともやっぱり見ていくべきですね。そういったことをちゃんと社内の記録としてデータと入力して、なおかつそれを全社的に共有しているかどうか、そういうことって非常に大切だと思います。そういった意味では、私が買った最初のメーカーも次のメーカーもやっぱりちょっとこう不満でしたね。ホンダが果たしてやってくれるのかどうか未だに分かりませんが、一応データとして入力してくれる点においては、まあ今までのお付き合いしたメーカーとは違うみたい、違うような気がしますね。どうせ安い車なんだから、いろんな要望を出しても無駄だよという人もいますが、それは違うと思いますね。中国だって安い車でもきちんと改良してやってます。どん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 改良していって、きっといい車を作る、彼らは作るようになります。今日は12ヶ月点検の折にいろいろ話をしてきたことを題材に取りながら、車のメーカー、自動車メーカーに対してユーザーはどんなふうにしたらいいかということを中心に話を進めてきました。
またちょっとこういう話をいろんな場でやっていきたいと思います。グッドカーライフ研究家の野村正人でした。じゃあまたお会いしましょう。